まあ、みんなもね結構知ってくれてる曲なんじゃないかなと思っております。ありがとうございます。はー、ありがとう。なんかもうすごい拍手と、紫のハートとかもね、ありがとうね、見えてるよ。はい、ということで今日はねハッシュタグなんですけれども、常闇と3周年記念ライブでつぶやいてください。よろしく。目指せトレンド1位。あほほい。はい、ということでね、本日もということでを連発していきたいと思います。はい、今日の配信タイトルなんですけれども、ミックスするというタイトルになっておりまして、前回生誕祭でミックスというタイトルの
配信をやらせていただいたんですけれども、その時、まあ、そのホロライブメンバーの曲をそのホロライブメンバーと一緒に歌って踊るということをしたんですね。でその時ね、いっぱいね悩んだんですよ。いっぱい歌いたい曲があって、でも時間かっていうことで、まあ何名かに声をかけさせていただいたんですけれども、まだまだ歌いたい曲と一緒にね踊りたい人とかいっぱいいたので、今回はまた前回とは違うメンバーをお呼びしてやっていきたいと思います。イエーイ。はい、ではね、この後はねゲストパートになります。本当にね、歌もねダンスもねすごい頑張ったので、楽しんでって見てもらえたらなと思います。では最後まで楽しんでください。どうぞ。実の
べてはみんなフラライヤー理屈だなんてゴミ箱へ身に覚えあるんでしょアンサーチクチク痛いのねエゴイズムに斧なされて蝕まれてアンレイアンレイ地に足つけてあくまでも癒してあげましょうあお目覚めですかさあディンドンディンドン響かせディンドン笑えハッハッディンドンディンドン鳴らせよディンドンやむが先かやむのがお先か噛みつきやしないわ慰めもしないわ私のものね飽きたらノーディスタンス闇マジで甘いチョコに届けていく冷めた鎖つなげてはくどいていく仮の姿化けて瞳を貸していく傷が痛むのねメガニズムに踊らされて失われていくアンレアンレ間違えても正しくても愛してあげましょうあまだダメですかディンドンディンドン狂わせディンドン最後にハッハッと叫べディンドンディンドン迷わずディンドン冷める前に口づけをディンドンディンドン響かせディンドン笑いやハッハッと叫べディンドンディンドン鳴らせよディンドンやむが先かやむのがお先か噛みつきやしないわ慰めもしないわ私のもので飽きたらノーディスタンス知らないかも。
落ちる水面は遠く静寂と赤信号吐いてショートしてるからなんどこも私が狂っている。8時間だから馬が離れていく。何も感じたくない。もう愛しいね。
やーパパパパ。くすぐる好奇心優柔不断
年一番のレコメンド。走り出した海岸線、どこまでだって行けそうだね。数えきれない夏休みチャレンジ、君も一緒に行こう。あっという間に進んでく時計、一つが全部全部が届いてるから、上を向いて体中に息を吸い込んだなら叫ぶよ、みんな大好き。誰も知らない。
飾らない毎日の中に
キドキした。いつもありがとうね、みんなありがとう。ということで、小闇3周年記念ライブ、最高でしたね。語彙力どこ行った？はい、もうね、見てください、もうさっき踊りました、このステージ、このステージもね、作ってもらいました。タワーのいっぱいわがままを聞いて素敵なステージにしてくれました。ありがとうございます。ありがとう。あのね、最後までね、今日はね、見ててほしいです。なんと素晴らしいことが3つありますんで、では、告知させていただきたいと思います。まず一つ目、こちら、ボン、常闇タワー3周年記念グッズセットが発売しまーす。はーい、最高だった、ありがとう、最高だった。グッズのね、内容はこちら、ボン。はい、この4点になっておりまして、まあ、1つは特典になるんですけれども、3点と、特典になっております。じゃあ細かい内容を見ていきましょう。まず1つ目はこちら、キャンパスボードになっております。イラストはメロ先生に描いていただきました。ね、映画の一部みたいじゃない、これ、すごくない、みんなポニテ可愛いでしょ、可愛いでしょ、これキャンパスボード可愛い。はい、コメント盛り上がり、わい。はい、ということで2個目はこちら、トコエミとモチーフタオルということで、もうクソエモ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 なデザインを、です。デザインです。今日のね、日付も入っておりますので、ぜひぜひ、チェックしてください。ということで、ラスト1点はこちら、ポン！ビビのスマホリングとなっております。これ超可愛くない？可愛いでしょ？はい、これね、スマートフォンにつけて、ずっと一緒だよ。ずっと一緒だよっていうことで、よろしくね。はい、じゃあこのね、3つ、フルセットを買っていただきますと、ボーン！はい、ボーン！タイミングは噛みすぎる。時期、違います。白押し複製メッセージ入り、ポストカードがついてきまーす。数量限定にはなるんですけれども、サイン、直筆サインもありますので、ぜひぜひ、ゲットしてね！あー、はい、ということで、一つ目の告知はこちらです。グッズになりました。概要欄に、貼っているので、10時ぐらいになったら、パッカリーするんじゃないでしょうか。皆さん、よろしくね！はい、ということで、なんとまだあるんです。二つ目はこちら。バーン、トコエミと、ラインスタンプができました。コヤピーとか、言葉は刃とか、メンタルメンタルとか、コタロウとビビとほっぺスリスリみたいな、可愛いスタンプをノイミネ先生が書いてくれました。これもね、10時頃には販売されてるんじゃないのでしょうか。ボボー、はい、ぜひ、この配信が終わったらチェックしてみてくださいね。はぁ、あ、で、唾を飲み込んどいて、はい、ということで、なんと告知まだあります。三つ目、なんとでかいです。三つ目はこちら、バーン、日清焼きそば UFO と常闇タワーのコラボが決定。うわぁ、どんどんパフパフ、コメントも大盛り上がり。はい、ということで、詳しくはね、1月13日金曜日の11時、日清焼きそば UFO 公式ツイッターをチェックしてください。うおー、大盛り上がりです。はい、テーマは悪魔的うまさ感じてみろやとなっておりまして、はい、内容盛りだくさんの企画なのでお楽しみに。今ね、トアはね、もうね、準備をしてますので、楽しみにしてってくださいね。はい、ということで、3つ告知をしましたが、なんとサプライズで、あともう1つありまして、なんと新曲があります。はい、新曲なんですけれども、作詞作曲編曲はキーノさんに作っていただきまして、まあ石の上にも3年ですか、3年経つことは本当にすごいことだということで、トアも今日で3年経ちました。本当にね、やっぱりトア声とか、まあ性格もそうなんだけど、ちょっと自分に自信がないとこがあったんだけど、その中でもね、みんなに見つけてもらえて本当に嬉しかったし、感謝の気持ちがずっとあります。で、その感謝の気持ち見つけてくれてありがとうとか、まあその感謝の気持ちを、まあ歌詞に乗っけてほしいですと
ご依頼しまして、素敵なちょっと恋愛っぽいソングになっております。なのでね、エモい雰囲気で聴いていただければと思います。はい、では、ここまで聴いていただき、見ていただきありがとうございました。最後一曲、心を込めて歌うので聴いてください。サンビタリア。黙ってうつむいて、空の色さえ知らない私の声で君が笑った。あの日から世界は眩しくて、私は私を好きになってなくさないように息をする。私を見て、ねえ明日は晴れかな雨かな、なんでそんなこと当たり前に思えるのは君がいたから。でもね、今もこの胸を締め付ける空の色に立ち尽くしたまま動けないのは、頬が濡れていくのは君のせいだ。そんなこと思ってしまったの、思ってしまったんだ。ああ私一つ分の涙じゃ全然足りないくらいに枯れそうで、ひび割れて心が止まりそうなの。言葉にしようとすればするほど熱になって溶け出してしまうから。君と